DJ コーの電光石火マイターでございます。皆さん元気でございますか。今日はですね、トップダンディ放送クラブです。来年60歳になるんですけれども、まだやったことのない職業に挑戦しようと言ってみましょうか。もう僕がそういうことできるようになっているということですよね。してみました。わかりました。そうですね、これね、水木りょんさん、うわかっこええわ、イケメンだな。まあ、ここが、はい、売り上げの上位10名が写真として飾られている。うっそ、ことでございます。そうだよな、かっこいいもんな、みんなな。こういうのはどうなの、ずっと。なんか一人だけなんか浮いてるな。じゃあちょっとこの格好だとあれなんで、私を仕事着として持ってきたんで、着替えてきますわ。じゃあちょっと行ってきます。お願いします。頑張ってください。はい、ヒヒヒヒヒヒ、ホストのどっこい翔平さんです。どうも、こんばんは。どうも、歌舞伎町のスターどっこいさんだぞ。今日一晩ホストやらせていただきますが、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。でも本当に初めてなんで、はい、ちょっと注意点あったら、はい、女の子ってやっぱ年齢聞かれたくない子多いんですよね。やっぱ乙女なんですよ、いくつになっても女性って。なるほどね、はい、お客様やっぱ、はい、職業聞かれたくない子多いんで、やっぱいろんな職業の方来られるんで。そうですよね、はい、普段の生活とかお仕事を忘れて、はい、遊びというか。そうです、はい。それと指名のいるお客様を口説いちゃいけないんですよ。例えば指名がいないフリーの女の子は全然口説いてアピールしていいんですけど、あ、横取りしちゃいけない。もういけないんですよ、はい。なるほどなるほど。フリーの初回のお客様入られたんで、ホストで売れていくにはやっぱ初回のお客様掴んで、うん、自分の指名にしてやっていかなきゃいけないんで。なるほど、失礼ないように。わかりました、はい、さっき言った3つのこと守って。わかりました。 OK! イエイエイエイ、ぶち上げ5 people いらっしゃいませ。私トップダンディ本店代表の DJ コーと申します。代表じゃないです、はい、すいません、チュー代表です、ね、代表の DJ コーでございます。勝手に代表でつけちゃダメですよ。ダメなの。ダメですよ、勝手につけちゃ。いや、まあ、そういう、まあ、言った言わないの話はまあなくて、まあ、楽しく過ごしていきましょうね。はい、お前はあやかかかさつきさんとあやかさんでよろしくお願いします。そこにメモしちゃうんですか。あれはどうなんですか。あれはでも何回も聞かないように。そうなんです、はい。いやいやでも実は僕は昔 TRF っていうグループやってたんですよ。世代ですか。ダメです。世代ダメ、聞いちゃダメです。じゃあ最初に買った CD とか何ですか。 TRF 以外のさつきさん、何ですか最初に買った CD とか。チャグヤンダスカ。チャグヤンダスカ。あ、っていうことは、昭和。あ、ちょっと、コウさん、ちょっとコウさん、コウさん、コウさん、ちょっと失礼します。コウさん、ちょっといいですか。ちょっと。最初チャグヤスだった。コウさん、いや。コウさん、多分40代です。コウさん、ダメっす。コウさん、だとしてもダメっす。女の子は年齢忘れて楽しみたいんで。そうか。しかもなんで自分で代表で飯作ってるんですか、コウさん。新人ホストなんで。そうか。コウさん。じゃあ僕はちょっと行かせてください。僕はい、もう一回見てるんで、次はお願いします。もう次はお願いします。はい、というわけでやってまいりました、DJ コーと申します。今、お酒すぐ来ますんでね。はい、はい、じゃあ、はい、お酒の1個、2個、3個、DJ コーみたいな。それは面白い。いえいえ、言うとりますけども、水割りで、いいこと言いますね。はい。コウさん、これはちょっと強すぎます。これ強い。でもさ、ほらやっぱり飲みたくなりますもんね、こういう時ね。だって普段から一生懸命お仕事してるんですからさ、そういう時のもうなんだ発散に来てるんですもんね。
今日何時からお仕事だったんですか？コウさん、ちょっと失礼します。コウさん、行きましょう。コウさん、ちょっと仕事については触れちゃいけないんですよ。でも働き方改革、はい、そうなんです。でもダメなんですよ、コウさん。そうなの？コウさん、さっきからダメなことばっかするじゃないですか。あ、じゃあコウさん、じゃあ次はシャンパンコールやってもらうんですけど。聞いたことある、シャンパンコール得意っすよね。それはもうコールは得意。得意っすよね。任せて。だから先輩ホストたちがいて、その中でおいおいおいみたいな感じでやってもらえばいいんで。おいもう、もうそんなもう。行ってみますか、じゃあ。わかりました。もう最後のチャンスなんで。わかりました。行ってみましょう、コウさん。じゃあ、こっちのテーブルなんで。はい。どうもよろしくお願いします。すいません。私、トップダンディの、本店、代表。ヤコさん、代表じゃないです。代表じゃないです、コウさん。第2次コウと申します。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。イエーイ、そしてセイマーセイマーヘイ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 セイマーセイマーヘイ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 。何飲んでらっしゃるんですか？焼酎。焼酎、焼酎。乾杯します。はい、乾杯しましょう、せっかくなんで。お酒飲めるんです？いや、お酒飲めないんで、僕コウさん、コウさん、何回目ですか？ダメです、コウさん。喉乾いちゃう、酒漬け。コウさん、何回目ですか、コウさん。あ、これダメなんだ。ダメっす、コウさん。氷も食べちゃダメ。ダメっす、ダメっす。氷はいいよね。コウさん、コウさん、コウさん、ダメっす、分かった。コウさん、コウさん、お腹空いてる。ダメっす、コウさん。コウさん、ダメっす。コウさん、はい、ダメっす、コウさん。なんてことしてるんだ、君。ダメっす、コウさん。テンション高まっちゃってるんで。ちゃんとしてください、コウさん。じゃあ乾杯をしましょう。いただきます。パーリーだ、パーリーだ、パーリーだ、ヘイヘイヘイ。パーリーだ、パーリーだ、ヘイヘイ。困ってます、女の子。あ、そうですよね。あ、乾杯でございます。よろしくお願いします。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 ナンバーワンですよ。ナンバーワン。いや、ナンバーワンですよ、うちの。シマーさんのもうご指名なんですか？どこがいいんですか？いやー、でも。ちょっと服見して、服。服、うわ、ここなんでこんな膝開いちゃって。で、これ、出勤してきた時にこけて、破れちゃった。こっち側でも塗ってる。そっち側ちょっと見たいんだけど。こっち側こっち側は？いや、せっかくなんで、コウさん、せっかくなんで、いいな、僕これからなんで、コウさん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 、取り上げます、コウさん。あー、ちょっと、コウさん、ちょっと、コウさん、ちょっと、なんで、コウさん、セイマ、セイマ、コウさん、コウさん、ちょっと、コウさん、ちょっと失礼しましょう、コウさん、何やってんすか、コウさん、くどいちゃダメって言ってじゃないですか。コウさん、何やってんすか？でも、LINE 交換は？いや、ダメですよ。一番アウトです、もうそれ。
手応えもすごいんだけど、今日一日師匠とはいえ翔平君がうるさかったね。いや、コウさんがすごいダメなこと全部やるじゃないですか。そんなマジな目で言わなくても、ダメなこと本当に5分で忘れて全部やってますからね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしく。